ブリティッシュレーシング・モータースは、かつて会一に参戦していたコンストラクター。1962年のコンストラクターズチャンピオン。チーム名は主に、応援レーシング・オーガニゼーションとして活動していた。ブリティッシュレーシング・モータースは、第二次世界大戦直後の1945年に、技術者のレイモンド・メイズとピーター・バーソンにより、創設された。 イタリア車やドイツ車が設見していたグランプリレースにイギリス製のフォーミュラカーで参戦し、英国自動車工業界の威信を示すという理念を掲げ、開発資金の出資を募った。下級式 V16 エンジンを搭載した、諸女作十五航空用エンジンから発送を得たスーパーチャージャー付き V 型十六気筒エンジンは、開発が難航し、1 9五十年の F1、 世界選手権開幕に間に合わず、地元イギリス GP でデモ走行を行うに止まった。翌年のイギリス GP でデビューしたが、選手権が翌年から2年間は会議に規定で行われたため、このエンジンは国内レース以外に使い道がなくなってしまった。チームは共同出資者の一人であるアルフレッド応援協に買収され、新たに直列4気筒エンジンを開発し、 1956年から位一に再挑戦した。その後も BRM が足踏みしている間、後発のバンボールやクーパーが英国勢として先んじて成功を収めた。ようやく1959年の第3戦オランダ GP で、ヨアキム・ボニエが初優勝を果たしたが、ミッドシップマシンへの移行期に再び低迷した。1962年ドイツ GP にて、 グラハムヒルが P57 をドライブする。1961年から施行された 1500cc エンジン規定には、初期はコベントリークライマックスからエンジン供給を受けたことで、しのぎ、シーズン後半からは、インジェクター付きの V 型8気筒エンジンを開発。技術部門の浸透活者、トニーラットが手掛けた P57 は、1962年に、 突如一戦級のマシンとなる。チームメカニック出身のドライバー、グラハム・ヒルが9戦中4勝を挙げ、ロータスのジム・クラークを振り切り、ワールドチャンピオンとなり、コンストラクターズとの2冠を達成した。1965年までの4年間は、ロータス対 BRM のライバル対決が F1 回の中心となり、ヒルはモナコ GP を3連覇し、モナコマイスターと称えられた。 また、ヒルとメイコンビを組んだリッチー・ギンザーに代わり、1965年に加入したジャッキー・スチュワートは早くも一生を挙げ、驚異の新人と呼ばれた。1500cc エンジンの成功期が終わり、チームは1966年から施行された、新規定用に 3000cc の H 型16気筒の P-75 エンジンを開発する。 同エンジンは水平対向8気筒を二段重ねし、2本のクランクシャフトからアイドラーギアで出力をまとめて取り出した第一市場でも類を見ないレイアウトのエンジンだった。このエンジンは馬力こそあれ重量超過で壊れやすく、おまけにアウトプットシャフトの位置の高さと仮面の排気管の取り回しから重心も高くなってしまうという明らかな失敗策だった。 二年間の試行が行われたが成績は低迷し、開発は放棄。ヒルとスチュワートは移籍してしまった。供給先のロータスが、下記の通り一生を挙げたのはせめてもの慰めであった。その後、V 型12気筒の P-142 エンジンを開発したが、非力差は否めず、ラットもチームから離脱した。 ヤードレイカラーの P1531970 年、チームは化粧品会社、ヤードレイのスポンサードを得て、体制を強化。新デザイナー、トニー・サウスゲートが手掛けたマシンで5年ぶりの1勝を得る。翌1971年も、新車 P160 で3勝を挙げ、コンストラクターズ2へ浮上したが、スポーツカーレースで、 ペドロロドリゲスとジョーシュフェールの看板ドライバー二人が相次いで自己死するという悲劇に見舞われた。大役のピーター・ゲシンがイタリア GP を制したが、このレースはゲシン以下5位までが0.61秒差でゴールする、会一史上最高の大接戦だった。1972年には、タバコブランド、マールボロという大スポンサーを獲得し、一気に5大体制での参戦となった。 大雨のモナコ GP で、ジャンピエール・ベルトワーズが、見事に勝利したが、新車 P180 でつまずき、体勢もやや広げすぎであった。1973年は、ベルトワーズに、クレイ・レガゾーに、ニキラウダの三大体制で臨み、ラウダは、構想が認められ、翌年、フェラーリ入りを果たすことになる。1974年、スポンサーのマールボロがマクラーレンに倉害したため、 一転して、資金難に陥る。オーナーである、応援卿の死により、チームは、妹向子のルイス・スタンレー卿に譲られ、スタンレー BRM へ再編される。翌1975年以降、一大体制で、細々と参戦を続けたが、1977年の、イタリア GP を最後に、チームは消滅した。H 型16気筒の BRMP75。 エンジン他の英国系チームがコベントリークライマックスやフォード DFV などの市販レーシングエンジンを使用していたのに対し BRM は一時期を除いて一貫してシャシーとエンジンを自社製作するフルコンストラクターとして参戦していた他チームへのエンジン供給も行っており1962年から1965年にかけては 1500cc の P56 エンジンを BRP、キルビーなどのチームが搭載したほか、ロータスやブラバムのシャシーと組み合わせて多くのプライベーターが使用した。1966年に開発した H 型16気筒の P-75 はロータスも使用したが、BRM 同様に低迷の原因となり、ジムクラークがアメリカ GP でこのエンジン唯一の勝利を得るに止まった。 このほか、V 型12気筒の P-142 を、マクラーレン、クーパーなど、グランプリ界一チームや、スポーツカーレースのミラージュが使用した。1992年、イチと同様のエンジン規定となった、スポーツカー世界選手権を、イチ参入の後期と考え、BRM の名前が復活。完全、オリジナルマシンの P351 は、 自社製3 5リッターの V 型12気筒エンジンを搭載。デザイナーはザックスピードのポール・ブラウン。BRM は第1戦を欠場し、第2戦のシルバーストーム 500km から参戦。しかし予選は通過するも順位は再開。このタイムは一つ前のゲプハルト C91 の1分50秒045から10秒遅れの2分00秒182であり。 ポールポジションのプジョー905からは約36秒遅れのタイムであった。また決勝ではスタート前にオイルポンプのトラブルが発生しスタートすらできなかった。第3戦となるルマン24時間耐久レースでも20周ほどでリタイアとなっている。BRM はルマンを最後にスウィックから撤退。その後イムッサ GTP のワトキンズグレン戦に参戦するが こちらもリタイアに終わった。後に P351 をベースとしたオープンプロトタイプの P301 ールマンとイスラスに参戦させたが、こちらも結果は残していない。ありがとうございます。